堀江もさんあの時ね、林真理子さんね、百田さんの売れるでしょ、あれ右だからだって言うんですよ。違う違う、右でも売れへんわ、山ほどあるんだから僕の馬おもろいから売れるんやと左翼は金がないから本を買わない、違うんですよ。左翼の人って本が読めないんですよ左翼の人はほとんど本読んでないんですよ。わかります。そうです、文脈が読めない、はい、文字は読めてるけど、うん、文章として読めてない、そういうことです。反語的表現が伝わらない、逆の方表現してそのまま受け取っちゃうんですよね。あと左寄りの人はですね、論理的思考ができないんですよ。書いてるものが間違ったもの、普通の人間はそれおかしいだろうと思うんだけど、おかしいと思わないんですね、そのまま読み取っちゃう。そうだから左翼の本が売れないのは、はい、もう一回繰り返しますけど、はい、左翼の人は本が読めないんです